皆さんこんにちは。海老名総合病院理学療法士田中亮太と申します。この動画は CIT コロナ支援企画動画ということで、第6弾は消化についてお話ししていきます。本日は消化についてというテーマの最終回となります。今までの動画は起用欄にリンクが貼ってありますので、そちらからアクセスしてください。ではよろしくお願いいたします。前回までにタンパク質の消化に必要な胃の機能、特に胃酸のお話をさせていただきました。最終回の本日は、胃酸が少ない人はどのような対処法があるか、また胃酸が少ない人の判断はどうするかなどについてお話ししたいと思います。ピロリ菌がいると胃が萎縮している人が多いと言われています。また胃が萎縮することにより胃酸の分泌が低下するため、胃の中の pH を1から2の酸性に保つことができません。胃酸の役割として、胃酸が放出されることによって胃の幽門、糞門の括約筋を占めます。逆流性食道炎などを防ぐために、正常な胃酸分泌が必要となります。胃酸分泌が低下している方は、胃酸抑制剤などを服用してしまうと幽門、糞門を占められなくなるため、逆効果になる可能性があります。胃の正常な活動のためには、自律神経の状態が重要です。自律神経の活動を調べる評価として、好中球とリンパ球のバランス比で、だいたい2対1の割合でバランスが取れると言われています。好中球の割合が増加すると交感神経優位、リンパ球の割合が増加すると副交感神経優位と考えられます。胃酸の分泌や胃の状態を評価する検査として、ペプシノゲン検査というものがあります。ペプシノゲンは1と2に分けられ、ペプシノゲン1は胃底腺領域に存在し、ペプシノゲン2は糞門腺、幽門腺、十二指腸腺に存在します。胃粘膜の萎縮が進行すると、胃底腺領域は萎縮し、幽門腺領域が拡張することから、ペプシノゲン1に対しペプシノゲン2が相対的に増加します。結果としてペプシノゲン1と2の比率が低下します。ペプシノゲン1と2の比率は、胃粘膜の萎縮を伴う疾患において優位に低下することから、消化性潰瘍、萎縮性胃炎、胃がんなどのスクリーニングの補助などに有用と考えられています。慢性的な胃腺の萎縮は、胃酸やペプシンの分泌低下を及ぼします。ペプシノゲン検査は血液検査のため、自宅でもできる簡便な検査として重曹を利用したものがあります。朝空腹の状態で重曹を 2g 程度、コップ1杯 100cc 程度の水で溶かし飲みます。飲水後5分以上経ってもゲップが出ない場合、低胃酸の可能性があります。では胃酸分泌が低い方に対して、どのようなものが改善に効果的でしょうか。胃酸分泌に役立つ栄養素として、ナイアシン、ビタミン B1、 亜鉛、タンパク質などがあります。その他、消化を助ける工夫としては、美味しそうや楽しそうなどを感じながら食事を楽しむことで、消化液の促進や胃腸の蠕動運動の正常化につなげるという方法があります。また、食べ物をすりおろすという方法があります。消化酵素は食べ物からも得ることができ、その酵素類は細胞の中に入っています。食べ物をすりおろすことで細胞壁を壊し、酵素が働きやすい状態になります。では胃酸分泌を助ける食材は何があるでしょうか。パセリは胃酸分泌、消化促進、腸内環境改善などの効果が認められています。次はキャベツです。キャベツに含まれるビタミン U は胃粘膜の修復や保護に働きます。他にもキャベツに含まれる LPA は胃粘膜細胞の修復や新生促進につながりがあります。食べ方は、先ほど話したようにペースト状にしたり、みじん切りにして細胞壁を壊した方が、千切りやぶつ切りよりも有効成分が豊富になります。その他に生姜が挙げられます。生姜は消化促進や胃酸分泌増加、殺菌効果などがあります。生の生姜にはジンゲロール、加熱すると生姜オール、ジンゲロンという成分が含まれ、殺菌効果は生の方が強く、体を温める効果などは加熱した方が良いようです。いかがでしたでしょうか。消化の重要性は少し伝わったでしょうか。必要なカロリー量や栄養素を取り入れることは大変重要ですが、口に入れた後、体の成分として活用するまでにはまだまだたくさんの工程があります。ぜひそちらにも意識を向けていただけると幸いです。4回にわたり消化についてお話しさせていただきました。最後までご視聴いただき本当にありがとうございます。ご視聴ありがとうございました。この動画シリーズは
概要欄にリンクが貼ってありますので、そちらからアクセスしてみてください。これからも役に立つ情報を発信していきたいと思っています。チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。